愛知声優七本デラックス高柳さんだ。本日はですね、こちらを紹介します。デラックスドライブドライバー&シフトブレスなんですけど、発売当時のものなんですよ。実は何回も変身ポーズ動画はね、実は撮らせていただいてるんですけど、レビューしてない。シフトカーホルダーももう買っちゃってるレベルなんで、まあ今回はね、まあこれらの音声ちゃんと確認していこうかなと思ってます。いや、なんだかんだ言ってね、ちゃんとやってなかったら本当に申し訳ないなと思うんですけど、新しいチャンネルになって初めての、はい、レビューですね、これは。まあ内容物としてはドライブドライバー、まあベルト、まあ、シフトブレス、これに加えてこちら、まあ、シフトスピードとマックスフレアがついてて、でそこに加えてシフトカーホルダーはこちらのね、スパイクがついてました。でシャドウはガチャガチャでーす。こういう感じで、まあなんかやってるんですけどね。はい、ということで、まあ早速音声聞いていきましょうか。これ面白いのが、こっちの電源とこっちの電源両方つけないと、あの音声がね、ちゃんとならないっていうあれがあるんでね。じゃあつけますね。久々ですね。でこっちも電源つけますね。電源オン。はい、こういう感じでセンサーが光りましたね。これ連動して遊べるんですよ。まずその連動遊びだけ見てもらいましょうか。ベルトさんが出てきます。あ、切られた。こういう感じで遊びます。で、変身遊びですね。やっていきましょうか。このシフトスピード、レバーに、まず回転させて、レバーにセットします。すると今みたいに音声が鳴るんで、変身。これで、仮面ライダードライブになることができます。そして、必殺技は、ここをします。で、レバーを。そしてこれ、このシフトレバーで遊ぶ方法もあるんですよね。こういう感じで。どうした？タイヤ交換しましょうか。タイヤ交換。マックスフレア。これも同様に。こういう遊びができます。タイヤ交換。ファーキースパイク。スパイク。
シャドウ。タイヤ交換。ミッドナイトシャドウ。こういう感じで遊べます。そして、変身解除なんですけど、ナイフドライブ。こういう感じでできます。久々ですが、変身してみようと思います。変身！やっぱいいな、これ。